はい、では Google で簡単にスライドビデオを作る方法を解説していきます。まずですね、こちらの Google ドライブというところに行っていただいて、Google ドライブを新規ですね、Google スライドというところをクリックします。で、そうですね、こういうふうに、要は、パワーポイントですね。パワーポイントがなくても作れるというような仕組みになってますので、これを使っていきます。で、これだけだとちょっと悲しいので、あんまり完成度が高くない感じですが、こうテーマっていうところを選んでもらって、例えばこれですね、ちょっと明るいポップな感じにしたいので、これをクリックしますと。そうすると、こういうふうに自動的にですね、なります。で、今回の場合は、メルカリメルカリ手数料についてと、こういう感じになりますね。で、次はですね、もう1枚目作るとしたら、こういうふうにいろいろ種類があるんですけども、この場合はタイトルも作ったんで、説明ですね。説明。そうすると、こういうふうにクリックして基礎を入れられるということになります。で、これの場合だと、現在メルカリの取引に関わる手数料についても無料ではありませんと。借り入れの無料ではありませんと。こういうふうにやっておりますね。で、文字の大きさとかはこの辺でこうやって調節できますので、これで大きくしてもらうところ、こういうふうに移動できますね。この大きさとかも広げてもらえれば。これ真ん中じゃなくて、普通の横に合わせるというのをやりたいのであれば、その他ですね。その他のこれですね、配置をこっち側にすれば、普通の横のやつになりますね。こういう感じになります。で、こういうような感じになりますね。で、このように場所を移動させて、書くことです。で、これをこう、わーっとやっていただいたように、こうやっていってもらって、で、あと口で喋っていただくと、いうようにしていただきたいなと思っております。で、これを、
まあ、じゃあどういうふうにやるのかっていうと、まあ、プレゼンテーションを開始ってやると、こういうふうに全画面になりますので、この全画面の状態でこう移動させてもらって、で、こういうふうに音声を取っていくということです。で、まあ、画面の動画キャプチャーについては、また、検索すればですね、出てきますし、Mac でしたら、クイックタイムプレイヤーの、これでも、これ、今も使ってるクイックタイムプレイヤーのファイル、新規画面登録。で、Windows であれば、カムスタディオっていう、まあ、有料なんですけど、まあ、最初は無料で使えます。無料で使えるので、無料体験版でとりあえず作っていただくということがいいと思います。他にもですね、Windows であれば、検索すれば、Windows、動画キャプチャーとかで検索してみると、こういうふうに出てきますので、動画質ビデオキャプチャー、まあ、こういうのを使っていただければなと。これで、分かったと思います。こういう感じでですね、まあ、もちろん顔出ししないんで、声だけなんでね、全然問題はないと思います。まあ、こっちの、作品もすごくよくできているんですけども、まあ、これと同じぐらいの手間かなとは思いますので、こっちよりもですね、こっちの PowerPoint のスライドビデオの方が、現状、クオリティも高そうに見えますし、まあ、わかりやすくて、まあ、かつ、まあ、長時間でも撮れるのかなというような感じですので、ぜひこちらでやっていただきたいなと思います。それではよろしくお願いします。ちなみにこんな感じで収録ができます。